今回は、実際に使っているゼウス編成を紹介します。まずは、フルオート編成です。アビダメ軸のマナダイバーを汎用的な編成として使っています。フルオートの場合は、ヨダメが上昇するハルモニア2本と HP を盛りつつクリ確定にできるアーク2本は確定で編成に入ってきます。そして今回は、マナダイバー、マコラ、クビラ、ビーラ、ソーンというように、全員が多段アビダメを持っているので、アビヨダメが上昇するリンネも2本編成に入れています。この他にも光には多段アビダメキャラが多く存在するので、リンネ2本作成する優先度はかなり高いです。武器種が異なのでハルモニアとも相性抜群ですしね。ですので、ゼウスに移行する場合、ハルモニア、アーク、リンネあたりはぜひともとつっておきたいです。以上より、これらと終末武器、オメガ武器、もしくは天使武器、を合わせた8枠は確定枠となっています。また、残りの自由枠に入ってくる候補としては、渾身武器のエデン、火力と耐久力を両立できるルオー拳、剣種武器のスレイプニルシューなどが挙げられ、状況によって使い分けることになります。ちなみに、もともとはエデン2本が入っていたのですが、せっかくルオー拳を作ったので編成に入れています。この編成では、主人公の HP を7万ぐらい漏れているので、上限には届いていませんがルオー拳は十分な効果量になっています。また、マナダイバーは速度重視の攻撃的なジョブなので、5000乗200ヘルのような敵をフルオートする場合は、バナケイアやレリックバスターなど、耐久向きのジョブを使うことになるのかなと思います。次は、手動編成です。主に2つ使っており、1つ目は光レリバです。キャラに関しては今更言う必要もないとは思いますが、フロレンス、無限、涅槃です。そして、武器に関しては、エデン染めを使っています。しかし、主人公が上限を叩きやすいので、防御値の高い高難易度を光レリバでやらない場合は、手箱となどで代用も可能です。そして、注目すべきは岩盤テインです。攻撃タイプに覚醒させており、主な目的はダメージ上限 5% アップです。昔はハルモニアを3本入れてダメ上限を 20% 確保していました。一方で、ハルモニア2本&攻撃岩盤テインにすることで、ダメ上限 19% となり 1% 下がってしまいますが、基礎火力は上がるんですよね。さらに、3手章によって連撃率を上げることができるので、結果的に岩盤テインの方がダメージの期待値は高くなるというわけです。2つ目は、ルミナス拳を使ったレスラー編成です。注目すべきは、ルオー拳を使っていることでしょう。エデン染めでもいいのですが、こちらの方が上限が上がる分ダメージが高くなりました。ルオー拳を使う上での一番の問題は HP の確保です。エデン染めの場合は、マグナ終末&誘惑のチェーンだったので HP が超低かったですが、この編成では、神終末&渾身にすることで HP の減少を逃れています。さらに、特に影響が大きかったのは超越ルシです。レベル250にすることで、メインカゴに HP50% アップが追加されるので、片面でも HP を漏れるようになりました。また、私はルオー拳を2本しか持っていませんが、理想は3本でしょう。3本入れることで HP6.7 万、すなわち1本につきダメ上限 6.7% を確保できるので、3本でダメージ上限 20% アップとなります。ということで、今回は、実際に使っているゼウス編成を紹介してきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、